優れたというかね、立派な仏教家として評価をされていて、やはりこの善通寺という通貨ゆかりの場所に、対してのその畏敬の念、尊敬の念というかね、そういうものが多々の方なんですけれども、やっぱり迫害を受けて四国に島流しにされたんです。で、法然さんはこのお寺にしばらくの間滞在をしていた時期がありまして、それでもその島流しされた上でもまだその命を狙われる、命をその死罪になる恐れがあったということで、実はあちらの伽藍、本堂のある方に、法然さんは生きているうちに自分のお墓を建てています。親鸞聖人は師匠がご縁の深かった善通寺に一度だけでもいいからお参りをしたいという思いを持っていたんですが、ついぞ叶いませんでした。そこで、その親鸞のお弟子さんたちが善通寺にお願いをして、お参りをする願いは叶わなかったけれども、ぜひともそのね、ゆかりをご縁を結びたいということで建ったのがこの親鸞堂という建物で、もう年に1回11月から12月にかけてのタイミングで先達の任命式というものが行われます。今現在は先達年間に大体300人前後の人が先達の資格を取るというふうになっているんですね。で、先達に関して言いますと、もともと昭和以前の時代には、まあ要はお遍路を何度か経験しているベテランの方がお坊さんの代わりに、一般の方々にお作法だとか、お遍路の道、ですね、まあ、当時はまあ歩くことしかできなかったので、道しるべを伝えていったり、お寺でのお経のあげ方、お作法を伝えていったりということを、お坊さんに代わってやる人たちのことを先達というふうに呼んでいたんですけれども、昭和の時代になって、昭和まあ30年代ですね、公認先達制度というものができました。まあ、一定の資格を与える、そして、勉強もしてもらいましょう、ある程度のこうお作法なり共通の、ね、知識を持った上で人々にお遍路のことを伝えていきましょうということで制度が始まったのが昭和30年代です。年間300人ぐらいの先達さんが生まれて、まあ、何人かは亡くなっていっているので、数としてはまあ1万5000、まあ、もっと多いね、だから9年間で4000人ぐらい増えてますから、400人近い時代もあったのかな。やはりね、先達さん年配の方が多くて、年代別に見ると一番多いのがなんと70代、全体の大体、20% 強ですね、はい、それからその次に多いのがなんと80代、へえ、これが 20% 弱います。はい、ちなみに我々のような若者世代というのは、若者世代はね、20代30代の方はほとんどいらっしゃらなくて、20代が当時で20名、30代は134名、40代は291名、50代が860名、60代が1959名、70代が2560名、80代が2192名で、90代もまだ319名もいらっしゃいます。でそれ以上の人も46名ちなみに。ただまあ9年前のデータですから、今はだいぶ内容はね変わっていると思います。